はい、では今回はストレートパーマ脱毛矯正のモデル3編をやっていきたいというふうに思います。たくさんいろんな要素がね組み合わせてきますので、シンプルに考えながら基礎的な技術で綺麗に伸ばせるところを見ていただければというふうに思います。